今日はゴッホのひまわりの絵を模写するよ。まずは鉛筆で描いていくよ。BK の柔らかい鉛筆で、はじめは鉛筆を寝かせて力を抜いて描いていくよ。特にキャンバスは鉛筆の跡が消しにくかったりするので、最初はソフトなタッチで描いていきます。鉛筆を寝かせて使うために、あらかじめ鉛筆を長く削っておくことをおすすめします。大まかに構図を捉えられたら、今度は鉛筆を立てて細かいところも描いていこう。鉛筆の下書きが終わったら、引き裂チーフをかけるよ。引き裂チーフは、描いた鉛筆の粉を定着させるためのものだよ。では、いよいよ油絵の具を使います。まず、茶色い絵の具、ファーントシェンナを伸びのいい油、揮発性油で溶いて、画面全体に下地として伸ばすよ。油には大きく分けて、揮発性油と乾性油があります。基本的には、最初に揮発性油を使って、その後乾性油を使うことが多いです。特にこだわりがなければ、ペインティングオイルといって両方を程よく混ぜた油はいつでも使えて使い勝手がいいと思います。続いて2層目の黄色を広い面から塗っています。ところでゴッホのひまわりは全部で7枚あるって言われているけど、今回描いているのは4枚目のものだよ。ゴッホが芸術家村を作る計画を立ててアルルに引っ越した時に画家仲間のゴーギャンを歓迎して迎えるために描いたって言われているよ。4枚目のひまわりは背景もひまわりも黄色いので画面全体ほとんどが黄色系の色ですね。ここからひまわりをもりもり描いていきたいと思います。油絵はキャンバスの上で絵の具を混ぜることが多いのですが、ゴッホの描き方はトントンと筆を使う感じで、画面上で絵の具をぼかすことはほとんどないみたいですね。この描き方はパリで出会った印象派の画家たちの影響を受けていると言われています。またゴッホは浮世絵の模写もよくしていたので、この絵のように影をほとんど描かない描き方は日本画の影響を受けているとも言われています。とても光に満ちた画面になっていますよね。本物のひまわりの絵の表面積は今描いている絵の10倍以上あり、かなり大きいサイズです。部屋に飾るとすれば、だいぶ大きいサイズだと思います。最後にゴッホが描いた稜線とハイライトの白色を描いて完成です。光に満ちた絵ですが、白色を使っているのは花瓶の光の色だけのようですね。白は不透明な色なので、混ぜると濁った色になりやすいこともあり、ゴッホがカラッとした明るい色を求めていたことがわかります。名画の模写は、なかなか本物のように描くのは難しいですが、勉強になることや発見することが多いです。皆さんもぜひやってみてください。